薬効、ゆっくり散るのだよ。今回は悪魔の目の大きいやつを召喚するよ。本当は自然に来るんだけど、暇なので召喚するよ。じゃあ、召喚するアイテムを作るよ。素材はレンズを使うよ。ってあれ、これはなんだ？まあいいか。とりあえずこれを作って家に戻るよ。言うの忘れてたけど、東側探索してたらいつの間にか商人と看護婦が来てたよ。よし、召喚したよ。これはクプルフの目かな。そういえば、弓も作っておいたよ。近距離武器で戦うのは、ちょっと難しいからね。さてと、じゃあ、説明でもしようかな。ボス戦クプルフの目です。第1形態、第2形態があり、ダメージによって見かけが変わります。また、第1形態では小さな悪魔の目を召喚します。小さな悪魔の目は夜中に飛び回るものより弱いので、矢を1発当てるだけで倒せます。第2形態になると、小さな悪魔の目は召喚しなくなり、代わりに攻撃力が上がり、突進攻撃のみとなります。とまあ、こんな感じだよ。いや、別にカンペなんて見てないからね。じゃあ、値の主な戦い方を説明するよ。大体ボス戦の時はアイアンスキンポーション、リジェネレーションポーションを使うよ。アイアンスキンポーションは5分間、防御力が上がる優れものだよ。今はポーション効果も合わせて、防御力は18だよ。次に、リジェネレーションポーションは5分間、体力の回復速度が上昇するよ。これは飲む、飲まないで戦う時の難易度が全然違うよ。って霊夢が言ってた。さすがに体力が多いな。これだけ打ち続けても、そんなにダメージは通ってないし。グダグダなので少し倍速しよう。この時点で1000ダメージぐらいは与えられたかな。もうそろそろ第2形態になると思うんだけど。おお、第2形態まで体力が削れたよ。こうなると突進攻撃しかしてこないからね。倒すのが随分楽になるよ。でもやっぱりまだ武器が弱いから時間がかかっちゃうな。よし、撃破したよ。やっぱり値って最強ね。まだまだ召喚するアイテムはあるけど、今回はこれでやめておくよ。さてと、じゃあ早速何か作ってみよう。まずは延べ棒を作って。よし、できた。おお、作れるアイテムが多いな。とりあえず、この剣だけ作っておくよ。コンディションはつかなかったね。でも、心強い武器にはなりそうだよ。まだ時間があるから鉱石でも探しに行くか。で、東側に行ってきて宝箱見つけたりしたんだけど、思いっきり被りました。またアブレットがあったよ。とまあ、こんな感じで次はピラミッドの地下に行ってきます。ふう、移動も一苦労だな。じゃあ、まだ行ってない深いところまで探しに行ってくるよ。で、光るキノコの群生地を見つけました。やったね。光るキノコはポーションの効果を強めることができるから、たくさん持って帰ろう。ってマリサが言ってた。うわ、スイッチ踏んじゃった。危な。ってこっち来るんじゃない？ふう、危なかった。まったくこんなところに仕掛けるとは。でも、避けることができてよかったよ。あれ？松明がなくなったか。そういえばジェルも閉まってきちゃったし。まあ、暗くはないから行けるところまで行こう。なんか思ってたよりいっぱい生えてるな。まあ、とってもまた生えてくるから取り尽くしても問題ないよ。ってマリサが言ってた。意外と鉱石もあるな。あれ？ジャングルのコウモリがいる。って、ここも繋がってたのか。今の装備じゃちょっときついな。まあ、松明置いたり、少しだけ探索するか。まあ、この剣が使いやすくてよかったよ。結構大きな剣だから当てやすいし、攻撃力も申し分ないからね。
他に厄介なのがいたな。スライムの中だと嫌いなスライムベスト3に入るやつだよ。ほら、もうなんか飛ばしてきたし。今は相手をしないのが一番だな。でも、倒しに行くというスタイル。先手必勝、ダメージが大きいな。でも、このくらいならなんとかなるか。よし、少し行ってみよう。って、蜂がいる。これはダメだわ。仕方ない、少し下に行こう。だいぶ下に来たな。慎重に進んでいかないと。お、宝箱発見。よし、開けてみるか。お、これは、マジックミラーだ。やったよ、最低限欲しいアイテムのうちの一つが見つかったよ。マジックミラーは使うとリスポーン地点へ瞬時に移動できるよ。って、霊夢が言ってた。まあ、これだけでも大きな収穫だね。あの後は特に何もなかったから帰ってきたよ。鉱石や宝石なんかも結構集まったよ。というわけで今回はここまで。次回は西側探索の最後まで行けたらいいなと思ってるよ。では、ご視聴ありがとうございました。